こんにちは、アキラチャンネル、アキラです。今日もよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。ライバーさん。ライバーさんのメイク企画ということで。はい。はい。今回お越しいただいたのは、沢内さなえさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。はい。はい。今日は、これから YouTube デビューを。はい。はい、そうなんです。顔出しでデビューをこれから沢内さんがされるので。はい。バッチリ1本目の動画を決め決めで。なるほど。ということを、ね、素敵なサムネイルになるような、はい、プロフィール写真であったり、動画だったりってことですよね。そうです。あと歌ってみた動画も出したいと思ってますので。多いですよね、最近ね。歌って配信する方ってね。はい。まあ、お顔出しが初めてということで。はい、多分、だからファンの方も、これで聞いてらっしゃるファンの方もたくさんいらっしゃると思うので。そうですね。ね、はい、緊張しますよね。そうなんですよ、ね。ちょっと緊張します。なんか、期待に膨らむ。はい。はい。ファンの皆様に喜んでいただけるようなオペションができればいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんか今日用終わりますか、こんな私にして。一番ちょっと、まあ、ちょっと髪型で見えないのもあるんですけど、うん、一番自信がないのが眉メイクで、はい、ちょっとまあ髪の色なので髪の色が明るいのでちょっと明るくはしたいんですけども、はい、ちょっとちょうどいい、なんていうか、眉マスカラとかも見つけられなくて、はい、ちょっと眉の形も結構本当にヤンキーみたいな上がり眉みたいになって、失礼しまーすなっちゃうのが、昔からのすごくトラウマというか、なので、ちょっと眉毛を。でもお手入れされてますよね。はい、一応整えては今、たり今、はい、切ってますね。まあそうですね、ヘアカラーとの相性もあるでしょうし、はい、まあやっぱり眉毛って表情作るのでね、はい、お化粧の7割8割の印象を眉毛を決めるって言われるぐらい、あと確かに難しいところではあるんですけど、ね、毎日付き合うお顔なので、はい、ね、自分の形をぜひ、はい、させてほしいなと思います。お願いします。はい、では早速お化粧していきましょうかね。お願いします。さ、はい、らされてますよ、眉毛。恥ずかしいです。はい、いや、でも本当にメイクしていただける機会はないので。気に入っていただけるかどうか。楽しみで。どっちかというと大人になりたい。あ、大人になりたい。はい。はい、で、今日は比較的大人っぽくないですか。はい、へぇー、ね、はい、なんか性格が大人じゃないってよく言われて。こちらは何、ご自宅は。主人が経営をしているギャラリーなんですけど、はい、今後ろに飾らせていただいているのは全部主人の写真で、まあ、そうなんです、はい、一応貸しギャラリーっていろんな方が作品を飾ったりもする場所なんですけど、はい、ここは宮大工さんに作っていただいたギャラリーですね。今いい香りが入ってくる感じがしたよね。感じました、うん、よかったです。このご存在のここが、はい、沢出さんの写真に出てるんですね。そうですね、映像、ね、はい、さらっと沢出さん、沢出もよく言われます。痛かったら言ってください、ね、はい、ちょっと叩き込んでってます。はい、はい、僕一番ファンデーションに気使ってて、本当にお化粧の良し悪しがこの段階で決まっちゃうと思ってるぐらい。肌色が汚いとね、何やってももう汚いお肌になっちゃったら、手入れが大事だ、はい、自分に合ったこう色とかも結構悩みがちなんで、全般的に何色だよっていう、何色が似合うのとかって気にする方多いんですけど、はい、それを意識しちゃうと間違えることが多くなると思います。そうですね、何の基準を選んでいただきたいかというと、首の色だと思う。絶対そこで色を選んで。なるほど。首の色と同じ色じゃないと、はい、やっぱり何色持ってきても、はい、顔の色と首の色が変化してしまうというか、下がってしまって、浮いてしまう。そうですね、アピレーションするような。もうすでに艶っぽいですよ。もうね、この段階で多分、やっぱファンデーションがすごく大事。黙ってる、ずーっとファンデーションを叩いてたんですよ。叩けば叩くほど本当に肌が馴染んでいくので、時間があるだけ、はい、しっかり叩き込んでいただきたいと思います。はい。立ち込みの限界ってあるんですか？どうでしょうね。飽きたら限界なんだな。1時間、2時間やったら別に大丈夫なんですね。でも実際問題、僕、表現として、フルメイクに2時間ぐらいかけるときがあるって言ってるんですけど、はい、
そのうち半分以上ファンデーションの叩き込みに時間を費やしていますね。と表現するぐらい叩き込むことは重要視しています。はい。ファンデーションブラシを使ってから叩き込むのでもいいですか？ファンデーションブラシを使ってから叩き込むのでもいいです。要はファンデーションのブラシオンですね。はい。はい。ファンデーションをブラシオンして、ブラシオンした場合でも仕上げに叩き込んでいただくと綺麗になります。シェーディングですか？シェーディングを今、シェーディングは細く見えるんですね。痩せさせる目的っていうよりやっぱりね、あの理想的な音の形ってそれあるじゃないですか。はい、それにできるだけ近づけてみてるよ、ね。他の本当多分今川谷にしてファンデーションの仕上がりですを見ていただくんですけど、はい、この段階でビフォーアフター比べても多分ちょっと違ってくる感じですね。はい、開けてください。ファンデーションの仕上がりです。まあまあでしょ、だいぶもうすでにビフォーアフターはい。では、ポイントメイクいきますね。一応、似合う色の範囲としては、結構、しっかりした色。はい、うん。で、この辺の、同じブラウンでも、こう、ベージュ系のブラウンとか、はい、明るい系よりも、結構、しっかり系のブラウンが盛り上がる。はい。で、全般的にはピンク系よりもオレンジ系なんですが、ピンクも守備範囲で、明度が低ければ、あまり明るすぎなければ。はい。気分を変えたい的にはピンク系を使っていただいていいと思うんですが、はい。安全からやっぱオレンジ、オレンジ系ブラウン系を使っていきます。はい。最初は皆さん、この明るいオレンジ系を使っていきます。ちょっとお洋服の色も意識して、あまり浅みを強く出さないようにしたいなと思ってます。やっぱりね、アイメイクは血色の一番出やすいところなので、目が開いて。はい。この血色を伸ばす。オレンジ系はまだ挑戦したことない。本当ですか？はい。ニュアンスカラーなので、はい。その、チークとかはオレンジ使ったりします？はい、あ、使います。ですよね。はい。チークを目元に入れてるイメージ。ああ、なるほど。うん。チークでオレンジ系を使ってるんであれば、ほっぺたオレンジに変化して、はい。その赤みをここに持ってきたんです。だから僕今チークバージョンです。あ、なるほど。はい。で、はい、もう、この赤みぐらいまで。ぼかしてあげられる。あ、はい、これみんな勘違いしやすいんですけど、チークに血色を持たせるっていう考え方があると思う。はい。ほっぺたの赤みってファンデーションでしっかり隠したいんですよ。はいはいはい。赤顔になる理由って。そうですね。ちょっと赤い。これ鼻の頭が赤い。ちょっと地元っぽくない。小僧っぽくない。田舎っぽくない。うん。高いところ赤くするっていうよりは、はい、高いところを高く見せるのがチークの役割なので、はい。の意識だって。ちょっと赤みのブラウンじゃなくて、ちょっとやっぱしっかりめのブラウンを使っていきたいと思います。はい、アプローチを下からしていきます。先に下から入れたのは何か意味があるんですか？ちょっとね、彼女の顔をまっすぐ見ていただくと、大人っぽくなりたいっていうご本人のオーナーはあるんですけど、バランスとして目頭よりも目尻のが極端に上がってるっていう顔分析をさせていただきました。ので、これ以上上から上回るだなアプローチしてしまうと、どんどん目尻が上がって、ただきつい匂いだけになってくるので、逆に下げる、目尻の位置をちょっと落とすイメージで、明度の暗い、収縮力を目尻の、まあ、下まぶたに入れてあげてみました。でもやっぱり多少は締めたいので、閉じてください。開けた時にはほとんど見えない位置に上まぶたにもシャドウはかけておきます。そうすると、そこ目の動き、になった時のすっぴん感っていうのはなくなってくるのかな。きつめに見えるっていうか、はい、がすごい悩みだったりするので、はい、それがカバーできるのが、うん、嬉しいです。そしてください。はい、アイラインも
先ほど言ったように目が動いたとき、まばたきをしたときに、すっぴん感を出さない目的程度にシャーケットですね。まつげの根元を見ておきます。で極端に上の上まぶたの色味とシャドウが少ない感じなんですけど、はい、やってください。目の形としては、少し右で下げて、目の大きさも強調できるのかなと思います。で、さらに目を大きく見せるためのビューラーですね、貼っていきたいと思います。では、全体的に上げていきましょう。丸さを足していきますので、右足から右まで、右に上げます。目力、うん、見てます。店さん、店さん、その人は映らないです。皆さんの今この髪。はい、じゃあ問題の眉毛です。はい。はい。多分ね、ご本人のお悩みな箇所なんですけど。一番今日気に入ってくれる場所になるんじゃないかなと思います。展開値がすごく高い部分かなと思ってます。で、確かにね、こうちょっと上がってっちゃうってさっきご本人がおっしゃったんですけど、前頭のこのスタートラインなんでね、眉毛が上昇してみるっていうのが、実際には低位置とかそんなに広い位置っていうのかな、得意な位置にあるとは思いません。ただ、どうしてもこう、前頭が下がった印象を強く与えてしまっている状態なんですよ。っていますので、はい、ので、ここを下げない工夫ですね。どうするかっていうと、この眉毛通り描かずに、眉頭の上のラインを少し濃いめに描いていく。で、ご自身の眉毛につなげていく感じ。で、それが鼻筋に向かってボケていくような感じにしていけば、それだけで眉頭が上がってみるというふうに思います。眉毛を失敗する大きな、例としては、一生懸命書き込もうとすると、どんどん不自然になってきてます。はい、なるべく今このオリーブブラウン、ちょっと明るめのブラウンを持って、はい、こう、表情筋や骨格の高いところを目立てて、ちょっとこすりつけるようにね、書くというよりは、影をつけていくように。で、今言った前頭の上のラインに、ちょっとずつ、さすっていく、こすっていく。徐々に化粧品がそこに濃くついてきて、はい、だんだん形が伸びてきて、だから、ぶつかってたらもう本当にテレビ見ながら、適当に、この辺かなっていうふうに動かしていただくと、はい、だんだん、正しい骨格が。全然承知、うちの変化率が相当高いところだと思いましたので、で、眉尻に関してはもうこのままで僕はいいと思います。すごく。ここが下がってたから全体的に上昇眉になっちゃってるので、眉山の位置、眉尻の位置はこのままで、全然大丈夫だと思いますので、ちょっと足程度にしていきたいと思います。色味も多分ね、先ほどご自身でも気になさってたので、部屋からはこれだけ押されるんで、あまり濃くしないように。一般的には黒目、瞳の色と髪の毛の色の中間色。を選んでいただくと馴染みやすいと言われてます。で、今本当にね、先ほどもから言ってる通り、いつも言ってる通り、さっきマスクしてるからアイメイク、あ、マイメイクがすごく注目されてますね。で、今僕が結構進めてるのが、アイブロラミネーション。聞いたことあります。わからないです。眉毛の調整です。まあ。眉毛の生え癖を、はい、毛並みを調整的に方向を変えてあげて、ふっくら見せたり、薄い眉毛に濃く見せたりっていう技術なんですけど、ぜひ、近くの山内国病室でも、徐々に、はい、導入してますので、そうなんですね。はい。1ヶ月に1回ぐらい施術受けていただくと、本当に僕もやってるんですけど、あ、そうなんですね。はい、毛並みが。すごい綺麗ですね。つけちゃいますね。へ、え、ぇ、ーはい、ブロラミネーションとブロワックス。胸毛の、
っとあの生えてるところに生えてないところに高いぐらいにしっかり取ってあげることによって濃く見えたり、うん、いやコントラストができるんですよ。へえ。でそれをした上でこうやって動かしたりすると本当に洗練された感じで仕上がると思います。次お近くのようなときに。はい。どうですかこんな前で。すごい全然違います。最近のリップはもうほとんど注目されないんですけど、今日動画ですので、はい。はい、お洋服の色に合わせて、ちょっとダル系の、ちょっとくすんだ、ペンシルを使って仕上げていこうと思います。今の時点で、顔がすごい優しい感じ。あ、本当ですか。あ、でも大人っぽくなったことなのでごめんなさいね。でも、きつく見えるのは、すごいトラウマになったので、嬉しいです。優しく見える。でも説得力のある顔にはなってますよね。はい、ちょっと上下こすり合わせるようにびっくり伸ばしてもらっていいですか。はい、ペラさん、今塗ってるのは何ですか。あ、今塗ってるのは、僕のリップクリームです。はい、リップケアセレモン、はい、塗り続けると唇がふっくらして、うん、マクシリップですね。食べやすいので気になります。結構唇の色素にも近いお色を使っているので、アウトラインの補正の目的としても使えるんじゃないかなと思います。あまり主張しすぎず、マスク生活になる前結構ね、ピント系とかマッカッパー流行ってたと思うんですけど、リップの流行はそこで止まってるかなっていう感じですかね。だから塗らなきゃいけない時は比較的、しっかり系の赤、ヒントっぽく入っていることが多いと思うんですけど、今日もニュアンスでそれちょっと使っていきたいなと思ってるんですが、それでもアウトラインをしっかりと滲んで見える色素をしっかりと形を取っていきたいと思います。で、ダル系のこれも結構くすんだ落ち着いたヒント系を内側のみに、じゃあ軽く描く。はい。で、全体を調和するように、やはりビビットなオレンジというのを少しくすませたいので、少しだけピンクを混ぜました。で、にっこり笑顔の練習、向かった圧的に高いところよりもさらに上。で、チークラインの防潮性を利用して、お顔の補正の仕上げをしていきました。一応こんな感じで仕上がっております。どうでしょうか。パチ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 。はい、どうぞ。見ていただきます。はい、はい、どうぞ。はい、わあ、全然違います。眉毛も増えてる。あ、お、すごい綺麗です。いや、全く違う。すごい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。今回は沢内さん、姉さんメイクしていただきましたが、はい、いかがでしょうか。そうですね、動画でこうなんていうのかな、ぼやけないようにというかな、やっぱこういう撮影の時とかシチュエーションになると思うので、ラインはきっちり取り上げたいなと思ったんですけど、ちょっと目のきつさっていうかシャープさの関係で、上のラインは極力薄めで、下のラインをはっきりとさせて、ちょっと肉眼では濃い感じなんですけども、照明型っていうのはくっきりと見えてるんじゃないかなと思います。やっぱり強い照明っていうのは色が飛んだりとか、輪郭がぼやけたりしがちなので、ぜひ皆さんも配信動画などを撮るときは、コントラストをつけたお化粧を意識していただけるといいと思います。はい。今回は結構変化率も。そうですね。まあ、お悩みであった眉毛なんかもね、今本当にマスクで根元しか出てないので、アイメイクの次に今眉毛がすごく注目されています。まあ、ナチュラル2っていうのがでもこれでも大きな本流だと思うんですけど、ナチュラルな位置に戻すように、前頭を少し上げてみました。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アイブローラミネーション。
イブリッドアニメーション。わからないです。眉毛の矯正です。僕やりたいです。いいですね。ね今度やりましょう。じゃあ、なるちゃんもね、今度。はい。やって、誰が回すんだ、どこ回して。じゃあ、はい。ビフォーアフター見たいですね。それ逆もやってほしいです。あ、なんだね、逆ですよね。先にやりたいです。